玉水駅は大韓民国ソウル特別市場東区玉水道にあるソウル交通公社と韓国鉄道公社の駅。3号線の駅は東湖寺の中央分離帯に位置する高架駅である。南側に観光があり、3号線は東古大橋の上を走る。改札口は駅北側に2カ所、南側に1カ所ある。北側の改札口は上下ホーム別々に設置されている。 改札外南側に乗り換え通路がある。化粧室は改札外に2箇所、改札内に1箇所ある。ホームは相対式2面2線を有しており、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。北側の改札口のみにつながる階段は、ホーム1面につき北側に2箇所、南側の改札口と乗り換え通路につながる階段は、ホーム1面につき南側に2箇所ある。 出口は1番から7番までと、観光市民公園方面の出口の8カ所ある。観光市民公園方面の出口は乗り換え通路の中間にある。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。ホーム相対式ホーム2面2線を有する公開機で、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口及び乗り換え通路に通じる海岸は、ホーム1面につき2カ所ある。 カール側の改札口、出口はなく、改札の外に出るには乗り換え通路を経由し、3号線の南側の改札口を利用しなければならない。開業当初は3号線との乗り換えのためにやむを得ず、急カーブ区間にホームを設置したが、列車が停車した時に列車とホームの間が最大で40センチメートルになる箇所が存在した。特に立山、城北間運行系統で、 機動車による運行が行われていた時期は影響が大きく注意を促すポスターをホームの至るところで見ることができた。このような事故発生の懸念により1999年から線路とホームを新設、改良する工事を開始し2001年に完成してこの問題は解消された。乗り場近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。ABCAB ありがとうございます。